今日は神奈川県人権啓発センターです。今日は啓発動画ということで、最近テレビにも出て話題になっている木村壮太という憲法学者についてお話ししようかと思うんですけども、これ2018年8月21日に出た意見書、もう1年ぐらい経ってますね。ご承知の通り、私はですね、全国部落調査の復刻について差し止めの裁判を起こされてまして、その中で実は木村壮太がね、意見書を出してるんですよ。解放同盟から、求められて出したんだと思うんですけども、ここではね、もう木村壮太、個人だけでなくてね、この法律とか憲法とかね、法曹界全般についての話になるんですけどね、不本意ながらね、裁判を起こされたので、僕も反論するために憲法についていろいろ勉強しないといけないんですよ。とは言っても、僕別にね、法律家でもなければ学識を持ってるというわけでもないので、どこまで私の意見が受け入れられるかっていう問題あるんですけど、木村壮太さんだって別にこの人放送資格持ってるわけじゃないですからね。いかにそのこのね、木村壮太さんをはじめ、この法律家っていうのがいかにこう二枚舌で嘘つきかっていうのをね、実は感じることがあって、差別されない権利、今回ね、木村壮太さん出てきたのが、例の表現の不自由点の問題、あれで、表現の自由ということについて、検閲に当たるんじゃないかとかね、あとは内容によってそれを行政側が制限するのは差別されない権利の侵害じゃないかっていうことを言ってるんですね。で、表現っていうものは、憲法で保障されているものだから、不法行為とかね、犯罪でない限りは、制限するべきではないということを木村壮太さん、朝のテレビのモーニングショーでね、言ってたんですけどね。ただこの全国部落調査に関しては、出版差し止めを支持するような意見書をこれで出してるわけですね。で、その理屈っていうのがですね、いや、不法行為っていうことじゃないんです。はっきり言えば私人間での直接適用なんですよ、憲法の。ただ木村壮太を認めてる通り、最高裁判所っていうのは、憲法っていうのは国に対して、行政機関に対して適用されるものであって、私人個人に対して直接適用されるものでは原則ないっていうことは認めてるんだけども、やっぱ民法の、不法行為規定で実現されるというようなことも書いてるんですね。で、このあたり僕の考えなんだけども、民法っていうのは別に、じゃあ不法行為が具体的に どのようなものかって細かく決めてるわけじゃないんで、結局これってね、憲法私人に直接適用してるのと何も変わらないんですよ、実は実質的にはね。ここは木村壮太さんの事実認定の問題なんですけども、例えば全国部落調査の部落の地名のリストなんかに関しては、過去に被差別部落とされた地域同士は差別の対象になったという以外に共通の特徴を持たないと、地域の一覧というのが部落差別の対象を特定すること以外には利用できないって書いてあるんですけども、ただ全国部落調査、ネットで見られますし、で実際私も、そこに掲載されているものも掲載されてないものも含めて部落を探訪してるんですけども、別に全部の部落はね、差別の対象になってるというふうには思えないんですよね。で、過去形で差別の対象になったという点に関しても、じゃあ過去も差別されてたかっていうことも、それは全部の地域に入れるかっていうとそうではないと。で、私の考えでは、全国部落調査っていうのは、貧困地域というか、なんか改善の対象となるような、行政が施策してその地域環境とか、住民の生活を改善する必要があるというふうに認識したという、そういう観点で指定されたものであって、差別の対象という、そういう観点であのリストが作られたとは僕は思ってないです。実際その地域を行ったり、一つ一つ地域を特定してみると、やっぱそうじゃないかというふうに思ってます。だから木村さんも、じゃあこういうことを何を根拠に言ってるのかなっていうのは、裁判でもし質問できる機会があったらしてみようかと思うんですけども、あと被差別部落出身であることはここにいう社会身分の典型例でありって言ってるけども、ここがね、この司法のね、嘘と二枚舌なんですよ。実は東京高裁で、そして最高裁まで行ったね、実は仮処分についての審査があったんですけども、その時に僕はね、原告を被差別部落出身者というふうに裁判所が認定して、それを基準に判決を書くっていうのは、
それは社会的身分という出自というものを基準に裁判所が判決を出すということで、それこそまさに差別じゃないですかっていうことを僕は裁判所に問いただしてるんですよ。その裁判所が言ったのは、もうこれ決定書に書いてあるんですよ。被差別部落出身というか、まあ同和地区出身という用語を使ってるんですけども、これは同和地区という一定の区域の出身だから、それは身分ではないっていうふうに言ってるんですよ。だからまあ木村さんはそのこと知らないかもしれないけども、裁判所としては被差別部落出身を社会的身分というふうには判断してないんですよ。実は今回の裁判で、今回の裁判というか仮処分の手続きですよね。あとここはね、まあ皆さんも関心のある表現の自由一般のお話をするんですけども、例えば学校の公民なんかで、明治憲法、大日本帝国憲法っていうのは、その個人の人権の保障っていうのがすごく不十分で、まあ、法律によってね、国家がいくらでもその制限できる、それに比べて今の現行の憲法というのは公共の福祉に反しない限りは、国家がね個人の権利を勝手に制限できないから、今の憲法は素晴らしい憲法だっていうふうに、そういうふうに、まあ、教えられてると思うんですよ、僕も含めてね。ところがやっぱ、まあ、こういうことがあったから僕その辺のね憲法の人権規定をよく調べてみたんですよ。これね、この辺はね僕の別に独自の意見っていうわけではなくて、法律、まあ、憲法学者の人もこれは同意できると思うんですけども、はっちして今の憲法って出来は良くないです、憲法としては。でむしろ、明治時代の大日本帝国憲法の方が憲法としての出来がいいんですよ。なぜかっていうと、帝国憲法っていうのは本当時間をかけて練られて作られてるんですよね。ただ今の憲法って突貫工事で作られてるから、実はまし出来が良くないと。ただ明治憲法に欠陥があったっていうのはそれは分かってて、まあ一番大きな欠陥っていうのはやっぱ統帥権の問題です、軍隊の。で軍隊の統帥権について、まあ天皇に一任されてるようなところがあったんで、そこでまあその軍隊に対するシビリアンコントロールが効かなくてあんな風になってしまったっていう部分なんですよね。ただ人権規定に関しては、実は僕のこれは僕の考えなんですけども、実は明治憲法の方がより人権を保障してたんじゃないかと思うんですよ。というのも法律の立法ってあります。法律に反しない限り、まあ、言論表現結社の自由を有するっていうことはこれは明治憲法にも書いてあるんですけども、ところが今の憲法はね、憲法12条があるんですよ。公共の福祉というもので乱用しないようにということになってるんですね、そういう権利。ところがこれ実は明治憲法にはないんですね。これがどういうことを生み出してるかっていうと、少なくとも明治憲法の時代は国会で議論して法律を定めないと、そういう言論結社の自由っていうのは制限できなかったんですよ。ところが今公共の福祉っていうことになってるので、国会を通さなくても、それこそ弁護士とかこの法曹界の解釈でどうとでもなってしまうんです。だから民主的なそういう国会の手続き踏まなくても、裁判所の解釈次第で国民の権利を制限できるんですよ、実は。そういう意味では、実は今の憲法っていうのは大日本帝国憲法よりも僕は後退してると思ってます、人権規定に関しては。だから木村草太さんね、まあ、その不法行為とか犯罪じゃなければ言論の自由っていうのは保障されるべきだって言うけども、例えば個人情報保護とかこういう部落問題に関しては、もう法律を定めずに裁判所の解釈で勝手に権利が侵害されるっていうことはもう日常茶飯事なんですよ。これはこんなこと法律が認めないですけどね、国会の議論も何にもしないで。で部落差別解消推進法にしても、あそこには部落の地名をね公表するななんてこと一言も書いてないです、あの法律には。で法律にも書かれてないことを制限してるんですよ。で表現の不自由点の問題についても、もう皆さん気づいてると思うんですよね。表現の自由とか、まあ、検閲云々っていうのは問題じゃなくて、実際はその木村草太があれこれあれこれ理屈こねても、そういう理屈じゃなく、法律論という理屈じゃなくて、結局は力関係でね、保守だったり革新だったりとか、左翼だったり右翼だったりとか、まあそういったね政治的な力関係で、結局その都度ね、まあ、ヘイトスピーチだからこれは規制するだろうね、表現の自由は無制限じゃないって言ってみたり、いやいや不法行為でない犯罪でない限りは表現の自由は守られるんだっていうふうに言ってみたりとかね、その時その時で、その結局は何かの力関係とか政治的なことを背景に法律化っていうのも
まあ、自分たちが都合のいいようにその表現の自由っていうものを解釈してるんだと、そういうふうにみんな思ってると思います、本音では。それで例えば法律の留保っていう考え方にしても、これはこれも僕独自の意見じゃないと思うんですよね。その公共の福祉で制限することと、まあ、法律の範囲内でっていうことと実は大して変わらないんじゃないかと。だって国会で、ね、法律を定めてそれで個人の権利をね制限するような法律を作った場合に、じゃあそれを裁判所はね否定するかって言ってあんまし考えにくいんですよ、よほどのことがなければ。国会がじゃあその、まあ、公共の福祉という観点でこういう権利については制限しますっていうような法律を作った場合に、裁判所はもう結局追認するっていうことになる、のが、まあ、実情だと思うので、そういう意味では実は、大日本帝国憲法と今の憲法の人権規定っていうのは大して変わんない、むしろ今の憲法の方が後退してると、というふうに表現の自由については僕は考えてます。ということで今日はこの木村壮太さんのことを出だしとして、今の憲法の表現の自由っていうものがいかにいい加減なものなのかということをお話しいたしました。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。